おはようございます。パラレルです。さあ今日は BBM 東京ヤクルトスワローズベースボールカード2023を1ボックス開けたいと思います。ということでね、2ボックス目の開封なのでペースアップしていきたいと思います。はい、こんな感じですね。では1パック目スタートです。はい、まず最初に木澤投手出てきましたね。今年もね、7、8、9のどこかでね投げるんですね。はい、で早速山田選手の、主力インサートが出てきましたね。カードがあって、はい、2パック目です。はい、村上選手のインサートですね。はい、3パック目です。お、フラッグシップですね。内山選手、木澤選手のキラ。はい、丸山選手のブライトライトですね。内山選手のキラ。サブセット。はい、手前の列最後です。お、村上選手出ましたね。竹山選手のキラ。はい、じゃあ真ん中の列いきます。青木選手のキラ。お、オスナ選手の主力インサートですね。竹岡選手、大下選手。中村選手。お、村上選手出てきましたね。いいですね。で、田口選手のキラ。やっと出てきましたね。ステイチューン。長岡選手、山田選手、清水投手のキラですね。はい、青木選手ですね。長岡選手、川端選手のキラ。はい、じゃあ真ん中最後です。
はい、じゃあ最後の列いきます。まだねシリアルカードは1枚も出ていませんね。はい、ステイチューンドの並木選手、大丈夫かな、まだ何もレアが出てきませんが、お、やっと出てきましたね。はい、誰でしょうか。レギュラーパラレル山田選手ですね。山田選手の75枚限定カードですね。はい、サンタナ選手のキラ、ではでは、見てみましょう。シリアルナンバーを、お、60枚限定ですね。では誰でしょうか。お、石井博俊さんですね。はい、コーチですね。でもう一枚、じゃん、山下投手の150枚限定パラレルですね。はい、西村選手のキラ、あと2パックです。はい、青木選手で、西村選手の、インサートで、オスナ選手のキラですね。はい、最後になります。はい、小川選手のインサートで、石川投手のキラーで、最後は荒木選手でした。はい、サイン出ましたね、石井コーチのサインカードが出ましたね。シリアルカードは山田選手の75枚限定の、レギュラーパラレルと、インサートカード山下投手の150枚限定パラレルとなりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。それでは、さよなら。